今日は豆腐そぼろ丼です。豆腐は、木綿豆腐をあらかじめ水抜きをしておきました。でご飯はですね、丼物のご飯なんですけど、今日は白米に、お出汁とほうじ茶を混ぜて味付けしたもので、茶飯にします。でこれは、そうですね、そぼろ作ってる間に炊いておいてもらいましょう。そぼろを作りますが、まずお鍋に、そのまま、何にも油とか引かずにこのまま豆腐を入れるんですけれども、手でちょっと粗くほぐしながら、で、これを今から強火にかけて水分を取っていくんですけれども、ヘラで混ぜながらでもいいんですが、こうやって割り箸などを6本8本束ねて回していくとそぼろにしやすいので、今日はこのお箸を使っていきます。でこれも強火にかけちゃいますね。強火にかけながらこれ水分をある程度飛ばしていきます。今までまたちょっとお鍋が温まらないんで少し放置して、底を焦がさないように強火でちょっと水分を飛ばしていきます。水分がたまったところで、ちょっと下味の、お塩をちょっと一つまみ程度入れます。でここでまた引き続き水分を飛ばしながら回していきます。じゃあ一度これぐらいで、火を弱火にします。この弱火にした時に、味付けのお醤油とお酒を入れます。お醤油はだいたい大さじ1強、お酒も同じぐらいですね。1あふれるぐらい入れまして、ここで、次はちょっと中火に戻して、でさらに水分を、調味料の水分を飛ばしていきます。こちらの調味料もだいぶちょっと水分が飛んできたので、ここら辺で火から下ろそうかと思うんですけれども、最後に今日の味付けのアクセントとして黒七味をここにちょっと振りかけて味付けしたいと思います。で黒七味がなければ山椒でアクセントつけていただいても結構ですし、あとはここで何も入れなくて食べるときに山椒や黒七味や七味などをお好みでかけていただいても結構です。でこれで火から下ろしました。でこれを炊き上がったら、ご飯と一緒に丼物にしたいと思います。ちょっとまだご飯が炊けないんで、このまま、出来上がったそぼろはこのまま置いておきます。
ご飯が炊けましたので、ちょっと器に盛っていきたいと思います。それに持って行ってみますね。でここに先ほど作ったこの豆腐のそぼろを。ここにですね、今日はおのりを こんな感じで乗せて、ちょっとみょうがも散らそうかと思うんですけれども、ここら辺はお好みで。これで、豆腐のそぼろ丼の出来上がりです。改めましてお邪魔してます。あ、るいちゃん今日もありがとう。はい、今日は、豆腐シリーズの好きで、今日もだ。今日餃子、豆腐の餃子、その木綿豆腐と同じ木綿豆腐で、今日は豆腐のそぼろ丼になってます。はい、お肉じゃなくてこれ、そうお豆腐なのね。そうで、下にご飯が入っていて、でごめんなさい、ちょっとあの時間が経っちゃって、海苔がしなしなになっちゃったから、ちょっと先に食べてもらって、パリパリのお海苔が欲しかったら、隣にお海苔とかいろいろトッピングそこに用意してるんで、好きにかけてもらって、はい、いただきます、はい、早速。ちなみにご飯は、下のご飯も味付けになってます。みょうがも入ってるのね。みょうがとかはお好みでいいんだけども、ちょっと薄く切って。みょうがは私 の, あの好きな、香りがね、風味がね。そう、風味が好きで、広がる。私の好みで上にかけちゃってるんだけれども、でご飯は白米でも今日は、なんだけど茶色いのは、なんか味付けはしてあるね、ほうじ茶で煮てる、ほうじ茶で煮てるんじゃない、ほうじ茶で炊いてるの。でも、もちろんお出汁も入ってるんだけど、お出汁とほうじ茶、半々ぐらいで、いい香り、いい味で、ルイの左側にみょうがのトッピングと、あとすりごまと海苔と、あと黒七味置いてあるんだけれども、一応お豆腐をいった時に黒七味は一緒にもう味付けに入れちゃってるのね。でももっとかけたければそれを上にかけてもらってもいいし、あとすりごまは何でもかけちゃうから、いつも食べる時に、いきます、お豆腐あれね、かなり、そぼろがお豆腐でできてるから、かなり柔らかい感じ。パンチが欲しいね。そしたらそれもうちょっと入れて、そうするとちょっとそんなに辛くはないんだけど、スパイシーな感じ。いただきます。
パリパリの海苔が良かったら新しく海苔足してください、うん、美味しいでしょ、黒七味かけると もし黒七味なかったら、あの山椒でもいい、うん、山椒は山椒でまたそれも美味しい。黒七味もね、十分なんかちょっと山椒に似てる。あ、そうそう、山椒も入ってるから、その中に。ああ、うん、うん、美味しい。ヘルシーでしょ。うん、僕にはぴったり。そう最近豆腐しか食べてないからね。そうね、毎回そう言ってね。でもこの間なんかうちでお肉食べてる気がするけど。それは秘密です。このお皿も可愛いじゃない。これいいでしょ。これ私ね、お気に入りなんだけど、すごい子供の頃からうちにあった、あのよくそれで乳麺食べたり、それこそいつもね、あの鶏そぼろ丼、三色、うん、ま、卵と、うん、それいつも子供の頃のね、あの鶏そぼろ丼はね、その器だった。だからなんか、な懐かしい。だからエリもよく、あのあれ三色丼みたいなの作るの、鶏そぼろ丼とか。あ、作ってる家でも、うん。肉を立ってから作ってないけど、これ、うんうんうん、ね、あのこれを知ったら多分鶏の代わりに、あー、そっかそっかそっか、豆腐で作れるよね。じゃあ、ルイ教えてあげて、これ。そしたら、うん、100% ベジタリアンの三色丼になるよね。私もちょっとまだ高野豆腐使ってないんだけども、高野豆腐で作るか豆腐で作るかちょっと悩んだんだけども、高野豆腐の方がもっときっと歯ごたえがあるのかなと。あ、それ高野豆腐をちょっと粗く切って、うん、あの戻してから手でちぎったりとかしてちょっと作ってみるのもいいかなと思ったりしたんだけども。そうね、すごい優しい歯触りだね、これ。あのそぼろにしてはね。そう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 、あの豆腐だからね、うんうん、なんか歯ごたえが欲しかったら、うん、そう、高野豆腐も考えたんだけど、ちょっと、うん、戻してから手でちぎるっていう作業がちょっと面倒かなと思って、まだそのうちやってみるから、また。おいしい。